ゃあ今回の動画は、畑野先生が授業した2つの動画。貝武田家の発祥から武田信虎までを扱った武田家1と武田信玄と武田勝頼を扱った武田家2。この2つの動画をね、紹介する形で話をしたいと思います。武田家とは一体どういう いいなのか紹介しますね。武田はね改源寺と言われていますが河内源氏の一派です。清和源氏の中が摂津元寺、大和源氏、河内源氏に分かれて河内源氏の中がいくつかに分かれるんですね。名門ですのでね源平の騒乱の時清和源氏の着流は誰なんだってことで結果的には。 河地源氏の源頼朝が勝ち上がりましたので、なんとなく源頼朝が元々の着流のように思いますが、そんなこと全然なくてですね、源頼朝が立ち上がった時は、頼朝って、それって清和源氏の中では三男の河地源氏の系統やんか。河地源氏の系統の中でもね、例えば佐竹とかね、武田とかね、 よりとものすぐ近くでも、吉中ああいうあ,あたりはですね、よりともと俺らと同格やんかっていうことでね、関東地方で誰が河内源氏または清和源氏の統領なんや。よりともが統るやったら俺らが統るだってもいいよねってことでね、よりともが拒兵してから数年間、戦いが続いてるんですね。で、結果的によりともが勝ち上がったから、よりともが、 生和源氏河内源氏の着流ということになりましたが、それは結果であってね、頼朝が拒兵した時点で、頼朝と並ぶような家はたくさんあったと。その中の一つが武田ということになります。武田家を見ていきますと、源の頼義の子供の代で、義家と義光に分かれます。で義光の子供たちの代なんですが、 この頃ねと、関東ではね、日立の国、あの辺りがまだ未開拓の土地が多くって、よし、日立に行って、開発領主になって、ここを荘園にして、召喚かになろうと、なことをですね、武士たちは考えてたんですね。時代で言いますと、白川天皇から堀川天皇、白川上皇、鳥羽上皇、そういう時代です。 荘園の開発及び荘園の立証が大変盛んだった頃ですねで。日立の国にですね、いろんな連中が乗り込んでいくわけですが、河内源氏からは、吉光の子供たちと吉家の子供たちが入り込んでいきました。で、まず最初に負けたのは、源の吉国の子供たちで、この連中は、日立あかんわーって、下月家、甲家移ろうと。 ということで下光月へ移って日立で勝ち残ったのは義満の系統ですね。でこのうち着流は義成の系統でした。これが後に佐竹になります。それに対抗したのが弟の武田義清です。佐竹・武田これは日立の国の佐竹号。 武田号から名前を取っています。で源義成の方、佐竹の方は、日立平氏と手を組みました。武田の二代目の清光。この人が佐竹と争って負けて、海へ流されてしまいます。こうして武田は海へ移って、蛇と名乗りました。ただ、その次の武田信義の時に、 変味から武田に戻しています。こうして武田は海の国の領主として発展していくことになります。鎌倉時代です。1180年、平家政権の下で文字人王が領事を出して、各地で源氏が立ち上がります。頼朝のとに領事ついてますが、もちろん 開源寺の武田のところにも領事はついています。木曽義仲のところにも行ったんですかねというふうに、この時点で、持人王の領事が頼朝のところにも武田のところにも義仲のところにも行っているということはですね、そういう人たちが同格であったということを示しています。この中で、実は最初に動いたのは武田なんですね。1180年。 武田信義は藤川の戦いで平家に勝利します。その後、駿河と尊東東海を支配するようになるんですが、この頃から武田は源頼朝にとって厄介な存在になっていきます。頼朝は何とかしてこの武田の勢力をそごうということで武田の分裂を図ります。で頼朝は 武田の中の有力な人たちを潰して武田の中で比較的弱そうな人を自分に引きつけて配下に加えるというねそういう分裂して統治するという方針をとります。もともと河内源氏の中で頼朝と武田っていうのは同格だったのでどっちが棟梁になってもいい身分やったんですが結果的には 頼朝が将軍になって、武田は鎌倉殿の御家人になる。つまり、主従関係を結ぶという形になってしまいます。この過程で、例えば、一条忠頼とか、安田義貞とか、こういった人が暗殺されたり、粛清されたりして、頼朝によってですね、武田はですね、分裂させられて、有力なメンバーが消されていくと、 いう形をとって、結局、この武田信光って五男だったかなぐらいの人がですね、家督を継承します。それから、鏡藤光。この人も橋の方に出てくる人ですが、この人、頼朝に徴用されて、鏡藤光の系統が信濃主語、小笠原になっていきます。武田信光は、頼朝の御家人という形で、海の主語と秋の主語を もらいました。こうして武田は海と秋、これを地盤にして鎌倉時代発展していきます。ところで、武田信義がなぜ頼朝を抑えて京都に攻め上って天下を取れなかったのかっていうことなんですが、これは武田が地盤としている海が経済的に弱体で海の国力では 天下争奪戦には不十分なんですね。地盤としている海の国力が小さいので、一瞬は勝てるんですが、長期戦になると勝ち抜けない。これがね、武田のね、宿命になっていきます。最後、武田信玄がめちゃめちゃに攻勢に出ますが、あれ海だけにね、立てこもっていては、一瞬勝てても 長期戦勝てないんです。だからどうしてもね、大きくなろうとすると、周りに向かってですね、あっちもこっちも攻撃するというね、あの攻撃パターンに行くしかなくなってしまうんですね。で、この時も武田信義は、最初、平家に対して、藤川の戦いで勝利するという大戦果を上げながら、結局、鎌倉時代を切り開いたのは、関東平野をバックに持つ、国力の大きな頼朝と。 ということになってしまいました。鎌倉幕府の御家人となった武田のその後ですが、1269年から76年にかけて、モンゴルが攻めてくるということで、武田信時は西国に移ります。で、この頃から武田は秋の方に主力を移して、甲斐の方は伊沢流武田氏と、 いうのが、会に残って、総領家から自立していきます。こうして、鎌倉時代の終わりの方は、武田の着流は秋に移り、で、伊沢流武田氏が会で自立するという形だったんですが、足利高氏が挙兵した時に、運命が分かれます。会の武田正義。こちらはですね、初めから足利高氏の方を、 選択しました。一方、武田信武秋の方ですが、こちらはですね、はじめ鎌倉幕府方につきました。その後、両方ともうまく兼務の新政権に乗り換えて、それなりの地位を保つんですが、南北朝の戦いになった時に、武田正義は南朝方に転じて、ここで討ち死にしてしまいます。その結果、二つの武田は、 秋の武田によって再び統合されて、武田信武が秋の不死をと、海の主語を持つようになります。その後、室町幕府、高氏と忠義に分裂して、官能の乗乱が起こります。この時、武田氏信、これ秋の方を持っていた方ですが、ここは足利、忠冬の地盤に近いところで、 ただ冬が攻め込んできてですね、ただ冬をうまく抑え込むことができなかったんです。そういうことがあって、武田氏信は秋の守護を解任されてしまいます。ただ、長い間、秋に地盤張ってましたので、勢力は残って、これが秋武田氏になって、この秋武田氏から若さの武田氏が分かれて、あの、若さの戦国大名、武田ってのが出てきます。 室町時代です。室町時代、武田本家は貝の守護を持っていました。ところが、この貝の守護というのはね、難しい位置なんですね。何が難しいかというと、貝は鎌倉と京都の勢力の接点になっているんです。で室町将軍は鎌倉公方を警戒して、ここに防衛ラインを引いているんですね。江後の上杉。 信濃の小笠原駿河の今川です甲斐の武田もその防衛ラインに入ってるんですが厄介なことに甲斐の守護は鎌倉が勤務地なんです室町将軍に部任されてで室町将軍の言うことを聞きながら鎌倉にいますと鎌倉久保と室町将軍が戦いになった時に命が危ないんです 自分の上司は室町将軍やしなぁ。金持ちは鎌倉やしなぁ。これはやばいということで、例えば武田信繁なんか、将軍義持から甲斐の守護になれって言われたときに嫌ですと、なことをですね、言っています。甲斐の守護なんかやってですね、鎌倉に行ってたらね、もし京都と鎌倉が戦いになったら命が危ないからね、甲斐の守護なんかとんでもないと。 そういう状態ですから、海の守護がね、海をがっちり押さえて、いわゆる守護大名から戦国大名に脱皮していくって難しいんですね。その結果、海は戦国時代統一が遅れます。もともとあそこでちっちゃな谷がたくさんあってね、まとまりにくい。さらに海まとめても大して大きな力にはならない。その上に海の守護が こういう室町将軍と鎌倉久保に挟まれているというね、微妙な問題抱えてますのでね、統一は遅れに遅れます。でこの状態を一気に解決して、一台で海を統一したのが武田信虎です。武田信虎は最後、武田春信、武田信玄に追放されたので、なんやということになってますが、武田信虎こそが あの難しい会をですね、統一して戦国大名化を図った大人物なんです。で、彼は会にいる黒人たちを、国衆たちを抑え込んでいく一方で、周りのね、大名たちと外交を展開します。例えば、新州の諏訪頼光と同盟を結んだ、駿河の花倉の団、 これ、今川義元が兄弟で今川家の家督を争った時ですが、今川義元、当時の戦略商法を指示して、今川義元と同盟を結びました。その後、相模の北条氏じと和睦して、ついに会の統一に成功して、諏訪氏との同盟を強化します。その時に、娘のネネが諏訪頼重に嫁いでいます。 こういうふうに、ノブドラが海を統一して、周りと和平を結んでいきますと、困ったことが起きてくるんです。それは何かというと、海の連中が化石に行くことができなくなる。化石に行くとは何かというと、他国に攻め込んで、乱取り、いろんなものをかっぱらってくる。ただ人捕まえてきてね、命取金取るとかね。 そういうことが難しくなってくるんですね。周りとずっと仲良くしていったから。で、唯一残っているのが、佐久。この佐久地方が残ってました。で、ここへもですね、1541年に攻め込みます。ところが、これに対して、関東関令の上杉則政が出兵していきます。で、ここで武田信虎は、 上杉憲政との決戦を避けて撤兵しました。これで武田信虎は周り全部と和平を結んだわけです。ってことはですね、平和になったんだけど、平和になってしまうというのは、海の黒人たち、国衆たちにとってはですね、とても困ったことなんですね。これがね、海がね、すごく豊かなところだったらね、よし、海の中でですね、 がっちり儲けてっていうことができるんですが、海ってね、そういうことができないんですね。まず農業生産力そんなにない。港もない。ここ海ないですからね。それから金山などもまだノブトの時代は開発されてない。そうすると、国潮たちが行き詰まってしまうんです。で、国潮たちはついに八方全部と 和平を結んだ信虎を追放して、もっと攻撃的な主君に変えようという方向で一致します。で、1541年、下位の国主たちは、武田春信、後の武田信玄を新しい主君に擁立して、平和主義の武田信虎を駿河に追放してしまいます。ということだったので、 武田晴信は攻撃的な国衆たちに押されて武田家を継ぎましたから、この後、武田晴信、武田信玄の一生って攻撃に次ぐ攻撃ですね。信州へ攻め込み、佐久へ攻め込み、川中島で上杉謙信と戦い、続いて駿河へ攻め込んで今川家を滅亡させ、というね。で、最後はですね、信長と戦うんだって、 三方ヶ原に勝利して、終わりへ向かう途中で亡くなるんですが、武田信玄がなぜあんなですね、攻撃的な一生を送らなければならないかというと、それが海という地域に制約された武田家の宿命のようなものであるというふうに言えるかと思います。ところで、武田信虎ですが、武田春信のためにいろんな 贈り物をしています。これはね、武田家のね、家のね、格をね、上げてるんです。武田って、開厳寺で、ルーズをたどれば名門といえば名門なんですが、室町時代にそんなに高いステータスではなかったんですね。なぜ、こう、改修後というね、これがね、非常に微妙な位置だということもあってですね、武田家って伸び損ねてたんですね。例えば、名前ですが、 それまでの武田の名前って、将軍から返球を受けている人がいません。今川の場合などは、今川義元、よし。これ将軍のよしですからね。将軍って、よしまさとか、よしてるとかいますけど、あれ上のよしっていう字なかなかもらえないんです。上の字をね、もらってるというのはね、かなり家の格が高いんですね。 それから今川家って、京都から貴族とか伊勢家とか、そういう名門からですね、聖室を迎えています。武田もそうせなあかんやんか。ということで、信虎は子供のために二つの贈り物をしました。一つは将軍義春から春の字を延期でもらってやりました。これ下の字ですのでね。 上の良しではないからね。良しはもらえなかったんですが、まあ、一応将軍から下の字ですが、それをもらってやりました。それから、正室三条夫人、これ京都の奥家さんの娘さんです。講師で武田信虎はですね、武田家の覚を今川家に近づけるために、将軍の返球を受けたり、京都から正室を迎えたり、まあ、いろんなね、手をね、 武田晴信のために売ってやっていたことがわかります。が、武田信虎のですね、海統一、周りと平和という、そういう戦略は、海の国潮たちによって拒否されて、もっと攻撃的な主君をということで、信虎は追放され、武田晴信が新しい主君になって、 いわゆる戦国大名、武田家の花々しい活躍が始まります。